ノースフライト、ノースフライト、1990年4月12日から2018年1月22日は、日本のモッド競争馬、繁殖品馬。1993年に、中央競馬でデビュー。翌1994年に、安田記念、マイルチャンピオンシップと2つの GI 競争を制覇し、同年の JRA 賞最優秀5歳以上品馬に選出された。 特にマイルの競争で5000前勝という成績を残し、マイルの女王と称され、ファンからは、ーちゃんの愛称でも親しまれた。競争馬引退後の1995年より、繁殖品馬。競争馬として大成した産区は出なかったものの、種母馬となったミスキャストが、GI 競争優勝馬を出している。戦績部分までのバレーは日本で2000年以前に、使用された数え年で表記する。 本場の生産者である大北牧場は1935年創業の老舗であり、1965年の大歌賞に優勝した初雪などを生産していたが、二代目バールジが交通事故で急死し、その息子の斉藤敏夫が18歳で三代目の場所となった。以後牧場は20年間低迷を続けたが、1989年に生産場ライトカラーが優秀品は、 オークスを制し、彼の代で初めてクラシック競争の優勝を果たした。これに奮起した斉藤は、翌1990年1月、新たな繁殖品馬を求めて、日本最大の牧場である、ヤシロダグループ主催のセリ市に参加した。目星をつけていた一頭の勾配を決めた後、予算に余裕があったためさらに受体済みの品馬を探したところ、 玄関にもかかわらず緊張のため発汗しながら震えている馬を発見した。これが本馬の母となる社大フライトであった。18歳と高齢で、左目は弱視であったが、ヤシロ大グループが導入した、新種母馬、トニービンの子を宿していた。その姿から、一声で落とせると判断した斎藤は、購買を決め、開始価格に10万円上乗せしたのみの410万円で、 落札することに成功した。これはこの競り位置に上場された馬の中で最も安い価格だった。注目度の低い馬であったが、八代大総帥の吉田全財だけは、本当にあの馬を売っていいのかと従業員に何度も確認し、競り会場でも高所から身を乗り出して様子を見ていたという。同年4月12日、車台フライトは、後のノースフライトを出産。 人の手を借りずに出産を済ませ、朝に、斎藤が発見した時には、ノースフライトは、すでに立ち上がっていた。斎藤によれば、種馬の良さばかりが出た、ボバかなと思ったぐらいの工場体の持ち主であった。しかし、これが初年度だった、トニー・ビン・サンクについて、馬産地ではキャシャで頼りないという評判が立っており、本馬は普通以上の体格を備えていたにもかかわらず、一向に、 海底がつかなかった。やむなく、ノースフライトは、牧場が所有することになった。なお、ノースフライトの名は、大北牧場の北、ノースに、母名の一部、フライトを加えたものである。順調に成長する、健康的な馬だったが、育成のペースは上がらず、4歳、1993年になってから、奈良県の育成場に移った後、同2月に、 滋賀県立東トレーニングセンターの加藤圭治厩舎に入った。立東で東京が積まれている最中、同期4歳馬のクラシック戦線では、ベガやウィニングチケットを筆頭とするトニー・ビンサンクが大活躍を見せていた。しかしこの時点で、斎藤はノースフライトの競争能力に大きな期待は寄せておらず、競争馬としてはダメでも、繁殖としては価値があると思っていたのみだった。 5月1日、西園生徒を安城に、新潟開催の未出走戦でデビュー。当日は一番人気に押されると、二着に9馬審査をつけて、初戦勝利を挙げた。約3ヶ月後の足立山特別、500万下条件戦では、武豊が手綱を取り、ここも8馬審査で圧勝。2戦の内容に、春の牝馬2巻を制したベガの3巻を阻む馬との声も上がり、 同馬の主戦騎手を務める部も、キャリア一戦の上に、休養分けでこれだけのレースができるんだから、能力が違う。秋には、ベガのライバルになるかもと評した。しかし、頻馬三冠最終戦のエリザベス女王杯見据えて、出走した、終分特別、900万下条件戦では、調整過程で、発熱や、人魔神を生じ順調でなかったことや、競争当日に発情を起こしたこともあり。 生涯最低の5着と敗れた。エリザベス女王杯出走に向けて、獲得賞金加算の必要があったことから、10月16日には2クラスの格上挑戦となる重賞の府中ヒーンバスウクスに、出走。角田孝一寄せに、当日4番人気の指示を受けると、光一移層から直線で余裕を持って抜け出し、キャリア4戦目での重賞初勝利を挙げた。これで名実ともに、 エリザベス女王杯への有力馬となったが、勝った参戦はいずれも1600メートル近辺の距離で、唯一の敗戦は2000メートルでのものだったことから、女王杯の2400メートルという距離を不安視する見方もあった。11月14日のエリザベス女王杯では、距離不安もあり5番人気の評価だった。レースでは、中段追走から最後の直線で一時戦闘に勝ったが、 直後に9番人気の北斗ベガに内側からかわされ、同馬に一番新半差の2着と敗れた。騎乗した角田は抜け出した時は勝てると思ったんですが、北斗ベガはノーマークでしたと語った。年末には竹豊騎乗で阪神牝馬特別を制し、重賞2勝目を挙げてシーズンを終えた。5歳となった1994年は京都馬特別から始動し、 二着に六馬審査で勝利した。この時、けし、加藤はいずれもノースフライトが、マイラー、1600メートル前後を得意とする馬で、あるとの印象を語り、以後は、マイル路線を進んでいくことになる。続くマイラーズカップで、大馬との初対戦となったが、当年秋にジャパンカップを制する、マーベラスクラウンを、首差しりぞけ、レコードタイムで勝利。岳氏は、 記載以上に強い内容でした。危なげない勝ち方だったと思いますよと称えた。競争後、陣営は春のマイル王決定戦、安田記念への出走を明言したが、部は加藤に対し、別の全哨戦である、K、KO 杯スプリングカップ終了まで、安田記念におけるノースフライト機場の判断を保留させてほしいと願い出た。KO 杯スプリングカップでは、 部が起乗したフランス長競馬、スキーパラダイスが、他に出走した外国馬3頭を2から4着に従えて優勝した。5月15日、前年より国際競争となった GI 安田記念に出走。外国勢には、スキーパラダイスの他、センギニーやジャックル・マロワ賞などの優勝はサイエダティ、イギリス、フォレ賞の優勝はドルフィンストリート、イギリス、 ミドルパークステークス優勝馬在位店 UAE といった GI 級の実績馬が揃い、ジャパンカップにも見劣りしないほどのメンバーとな。たけしは当日一番人気となったスキーパラダイスに起乗し、五番人気となったノースフライトの騎手はエリザベス女王杯でも起乗した角田光一が務めた。スタートが切られるとノースフライトは出遅れて後方からのレース運びとなったが、 先行勢が競り合いながら進んだ結果、1000メートル通過は日本レコードから0.5秒差の56秒9という非常に速いペースで推移。ノースフライトは後方から最終コーナーで先段に取り付くと最後の直線の残り200メートル付近で先頭に立ち、そのまま2着東亜ダーリンに2羽新反差をつけて GI 初制覇を果たした。総タイム1分33秒には 競争史上2番目の記録、当時。これは調教師の加藤にとっても初めての GI 制覇だった。加藤は会心の競馬と語り、角田は世界の競合馬を相手にこれだけ強い競馬をするんだから本当にすごい馬ですよね、とノースフライトを称えた。ギリギリの仕上げで臨んだことから春はこれをもって休養に入り、 北海道のノーザンファーム空港牧場で夏を過ごした。気球後の秋は11月のマイルチャンピオンシップへ直行の予定だったが状態の向上が早かったことから前哨戦スワンステークスより始動。ここには前年のスプリンターズステークス優勝馬で安田記念で4着と敗れていた桜爆心王も出走しスプリント王とマイル女王がそれぞれの最適距離から 長短やや異なる1400メートルで対戦することになった。生涯最短の距離に臨んだ、ノースフライトは道中で、やや追走に苦労する様子見せると、最終コーナーでも、スムーズに馬群から抜け出せず、直線で追い込んだものの桜爆新王から一馬身一、四差の二着と破れた。なお、同馬の総破タイム1分19秒9は1400メートルで、初めて1分20秒を切る。 日本レコードタイム、当時であり、阪神競馬場のレコードタイムとしては2014年、現在も保持されている。11月20日、目標のマイルチャンピオンシップに出走。戦前には、この競争を最後としての引退が発表された。桜爆神王との再戦となったが、マイルの距離では、ノースフライトが優位と見れ、単勝オッズ1.7倍の一番人気に支持された。 桜爆神王が3.3倍で続き、3番人気の藤野真剣王は11倍長と大きく離されていた。スタートが切られると、桜爆神王は3番手、ノースフライトはその後ろにつけた。第3コーナーからペースが上がり、最後の直線入り口で桜爆神王が先頭に立つが、ノースフライトが直線半差で勝利した。 総派タイム1分33秒0は、従来の記録を0秒3更新する、コースレコード。同一年度に、安田記念とマイルチャンピオンシップを連覇したのは1985年の、日本ピロウイナー以来9年ぶり2投目の記録だった。加藤は、引退させるには、惜しいとの声も聞きますが、今後の厳しい状況を考えると、ちょうどいい時期かとも思いますと語り。 また、大北牧場の斎藤も、惜しいとは、皆さんに言っていただきますど、彼女にはこれからも仕事がありますから、これがベストだろうと思っていますと語った。11月30日、ノースフライトは競争登録を抹消され、繁殖入りのため、大北牧場へ戻った。翌1995年1月、当年の JRA 賞最優秀5歳以上品馬に選出。 また JRA のフリーハンデでは短距離部門の牝馬として歴代最高評価となる 60kg を与えられた。なお、当年は成田ブライアンが中央競馬史上5投目のクラシック3冠を達成していたが、年度代表馬投票では1票のみノースフライトに投じられ、成田ブライアンは満票選出とならなかった。初年度の後輩相手ノーザンテイストをはじめとして、 数々のランキング上位の種ボバと交配されたが、2001年のプリンシパルステークスに勝利したミスキャスト、シチ・サンデー・サイレンスのほか、オープンクラスで活躍する馬は出なかった。ミスキャストは種ボバとなり、2012年の春の天皇賞を勝ったビートブラックを出した。また、初年度3区の貴公子は2006年から2011年まで、阪神競馬場で誘導馬を務めた。 2011年の不受体を最後に繁殖を引退。以後は北海道浦川町の大北牧場で功労馬として余生を過ごしていたが、2018年1月22日、心不全のため死去。加藤刑事は本馬について何十年に一頭出るか出ないか、そういう馬だと思っていますと評している。加藤によれば、旧車でのノースフライトは体質が弱く、 比較的ハードに調教したのは安田記念の前のみだったといい、体さえパンとしたらどこまで強くなったかわからないと述べている。また、桜爆心王の管理調教師である坂井正太郎は6歳秋、この馬と戦った爆心王は1400メートルのスワンステークスでは勝ち、1600メートルのマイルチャンピオンシップでは負担。これは距離適性の差ではない。 ノースフライトの状態が完全だったかどうかで結果が決まったということだ。あの馬が艦長で出てきたら、たとえ1200メートルでも爆心音が勝てた、買うかと高く評価している。なお、堺井はマイルチャンピオンシップのパドックにおいて、加藤に対し、この2頭の3区はどうですかと水を向け、加藤もいいですねと応じたとされるが、両馬の後輩は実現しなかった。爆心音は、 父内国産の種ボバとして、史上初めて3区の勝利数が1000を超えるなど優れた実績を残した。高い能力を示した一方で、印象の薄い馬との表もある。ライターの辻谷明人は、その原因について、思い入れというのは、時間をかけて熟成するのだが、ノースフライトはその暇を与えてくれなかった。表舞台に登場し、おお、これは強いぞと思い、 そしてちょっと油断している暇に、上り詰めてしまった。思い入れを感じる時間がなかったような気がするのだと、述べている。また漫画家の吉田美穂は、パッと出てきて、パッとやめちゃったという感じ。印象が薄いのは、その辺にも原因があるのかもと評している。日本中央競馬会の広報誌、優秀は、JRA 賞受賞の単表において、デビューが4歳の5月と遅く。 サラブレッドが最も光り輝く四歳春のクラシックに縁がなかったためか受ける印象はどうしても薄いがその成績は歴史上のどの牝馬と比べても見劣らない本当はどのくらい強かったのか天皇賞秋や有馬記念に出て欲しかったという思いは誰もが抱いたとした担当休務員だった石倉美希子は当時珍しかった女性休務員の一人として 注目を集めた。石倉は1993年1月に休務員になったばかりで、一等デビュー前から担当するのはノースフライトが初めてだった。ファンにも親しまれたーちゃんの愛称は石倉がそのように呼んでいたのが好評を得たものである。自身はマスコミの取材に対して騒ぎすぎと苦言を呈していた。なお、石倉は1998年の優秀品場。 オークスを制したエリモエクセルも担当している。半アネノーザンミンクス、チチノーザンテイストの産駒。本場のオイニマリーゴッド、DE 函館山菜、ステークスカチウマ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。